アレンジマッチプレイ対決。こんにちは、ジュンです、はい、今回は私は MC です。これからですね、登場する2人の選手が賞金をかけて真剣に9ホール対決するので、ぜひ最後までご視聴、両選手の応援をお願いします。それではね、早速お呼びしたいと思います。どうぞ。藤井美里選手と田中由紀選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これから2人にはですね、特別ルールで9ホールマッチプレー対決をしていただきます。なお、勝者には5万円おお賞金が与えられます。はい、敗者は0円です。はいはい、はい、今回賞金を提供してくださるのは、スイング改造ノウハウが盛りだくさん、マイケル長谷川さんです。ありがとうございます。ではですね、対決ルールを読み上げたいと思います。はい、9ホールマッチプレー、勝ちホールのスコアによってポイントゲット、ボギー以上0ポイント、パー1ポイント、バーディー2ポイント、イーグル5ポイント、アルバトロスホールインワン10ポイント、大きいですね最後のホール、はい、ポイントはダブルアップ2倍になります。はい、はいはい、で9ホールの合計ポイントで勝敗を決めます。はい、はい、OK パッドはありですけど、お先にはなったので注意してください。はい、はいはい、それではよろしいでしょうか。はい、勝ったら5万円、負けたら0円負けてくださ い田中由紀選手対藤井美里選手、ビンゴルフアレンジマッチプレー対決、よろしくお願いします。お願いします。はい、今回は千葉県にあるグレンオークスカントリークラブが会場になっております。はい、はい、インコースの9ホールを視聴します。はいはい、よろしくお願いします。お願いします。美里さんの印象はめちゃめちゃ明るくて、悪いことも全部いい感じ、ポジティブだから、あんまりゲーム自体も自分から落とす感じはないと思うので、まあ、そこはしっかり自分もついていけるようにしたいなと思います。ちょっと最近スイングを変えて、まあ、それがちょっとずつ安定してきてるので、頑張って戦って、自分はまあ飛距離もそこそこあるんですけど、ショットゲームが得意なので、まあ、そこでしっかり取っていけたらいいなと思います。頑張ってください。には恐縮ですが、勝たせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます田中ちゃんの印象は、まあ、あのティーチングの時からちょっと同期でずっと頑張ってきてたんですけど、まあ、彼女はすごく飛距離が出るので、ちょっとあの、まあ、前半も、まあ、すごい圧巻を取られたというか、すごいなと思いながら回ってたんですけど、まあ、持ち味のアプローチとパターを生かしながら、ちょっとでもついていけたらいいなって思ってるので頑張ります。じゃあ同期なんですけど、はい、先輩として今日は一応ね、年齢は先輩として負けないよっていう圧をね、ちょっとずつ後半は小出しに出そうと思います。なるほど。頑張ります。はい、ありがとうございます。勝った方からいく。はい、はい、勝っちゃう。はい、勝っちゃった。じゃあ、はい、はい、次回行こうと思います。よろしくお願いします。はい。緊張の。よろしくお願いします。お願いします。どうですか、一発目は。
緊張しちゃった。緊張したね。出てたよね。なんか緊張感すごい出てた。出てましたね、やっぱり。なんかね、なんか2人ともなんかこう真剣モードに。なんか懐かしい雰囲気になったよね。なんかその時代一緒に。前半のけだるさはありますよ。モードをね、うん、そうなんかね、気持ち入ってたもん、ショットに。後半はちょっとチクチクやらなきゃいけない。なるほどね。なるほどね。ちょっとなんか全然普通に打てると思って、ティーアップしてパッと見たら、緊張してるかも。ちょっと緊張しちゃったかなみたいな。そうだよね。でもなんかそんな自分に笑いそうになっちゃった。かわいい。かわいい。面白かったね。だいたい190前後あると思うので、アゲンストなので、ハンバーストで。右曲がったんだよね。なんかいろいろさ、落ちてる。いろいろ。覚えてない。いや、すごいと思うよ。ここ右曲がったんだよ、ビーって。こっち行くと思ったでしょ。記憶力がすげえんだよ。そんなに、行ってもそんな行かないと思った。ここがね、盛り上がってたんだよ。まあ、大事な。あれ、パーになると、点数あるけど、ボギーだとない。そうです。これ入れたら、なるほど。点数獲得のチャンス。Oh.
が、ドバーンと短く見せてみました。まで行かせたいけど、ちょっとライがあんまり良くないかなって気がも。9番です。大人ゴルフ。大人ゴルフ。あ、私マダムモードで見てる。いや、だいぶこの、マダムスイッチオン。マダムジェンコさんでーみたいな。なんかパティスリーに合いそう。もうマダムシンコ。カードの中でもマダムシンコ的な。いや、すごい暑いよだって。今日やばいですね。おとなしくってよかった。なんか思ったよりここの谷が深かったからよかった。いいですよ。なんか見れば見るほど分かんなくなってくる。そう。ナイスバーディー。ありがとうございます。お願いします。もうこれで OK ですか。あ、OK。 早めにバーディー。安定安定すごいね。今のはラッキーラッキーてか時に打ってくれたのが結構参考になった。距離的な距離も風もあの転がりも結構転がったよ、ね、結構転がったし、なんか割とまっすぐ右に流れるから、そんなにこう遠い感じじゃないかな。じゅんちゃん、はい、2ホール終わって、いきなり動きましたね。そうですね、ちょっと今まで対決3回、今日4回目か、こんな早めにバーディーが出てくるのは初めてで、まあ、みんな同じコースで対決してるんで、1回目だけ逆かな、インアウトが逆なんだけど、こんな早くバーディーが出るんだなって、ちょっとびっくりした。前半にね、いつも練習ラウンドをしてもらってるんだけど、やっぱガラッと。そうですね、前半ちょっとなんか ふざけてんのかなってキャピキャピしてそうキャピキャピしてんだと思ったんですけど、やっぱりこの賞金がかかってきて対決ってなると、まあ、真剣にというか、まあ、前半もね一応真剣にやってるとは思うんですけど、やっぱこうビシッと決めてこう打てるんだなっていうふうに思ってますね。ゆきちゃんの方がね、あのドライバーは飛ぶし、
まあ、アプローチとかも得意って言ってたんで、まあ、そこでまとめてくると思うんですけど、まあ、美里ちゃんはドライバー飛ばないですけど、セカンドやっぱりウッドかな使って上手に2オン狙ってくるんで、乗せてくるんで、あとはもうパットと寄せがど、あとね、乗った時の距離がもうどれぐらい近いかと、あとパターにかかってくるんじゃないかなと思います。じゃあまだまだ始まったばっかりだから、ただ ね、 ねちょっと早いですね、今までの展開がね、展開ちょっと早いから取り返しづらいからね、結構ね、うん、勝たないとポイントが入んないから、まあ、この先にバーディー取っちゃったのは結構安心、安心っていうかでかいよね、うん、頑張って美里ちゃんの点数を、まあ、バーディーね狙っていってほしいなと思います。はいはい、そして暑いです。3番ウッドでいきます。ポイントが欲しい。とりあえず1ポイントでもね。はい、1ポイント欲しい。1ポイントでもね。曲がんなかった。思ったより曲がんなかった。あまり曲がって。曲がっただけなんだね。
か結構こうなるわね。最後のこうなってみて全然伝わんないんだけど。わかんないけどね。ナイスパここは、はい。